ロシアっぽい綺麗な光景です。凍ってるから川渡れんじゃねえのみたいに思ったんですけど、割と普通。ああ怖い怖い、なんか嫌なことした。ダンツやってモスカウです。これは蜂蜜のビール、サーモンフライ、そんな感じで楽しく修道院見学しました。これからスーズダリの街中に行ってみます。修道院の脇の道です。そこから川とか街を見る眺めがいいらしいのですが、で到着する前にもういいなってのが、ああいいないいまたまた同じフレーズですけど、ロシアっぽい綺麗な光景です。川なんてもちろん凍ってます。綺麗です。この川を渡るにはあの橋行く必要があるみたいなんで、ちょっと遠回りだけど行きます今ね、ほんのちょっとね、凍ってるから川渡れんじゃねえのみたいに思ったんですけど、やめましょう絵になる光景です。僕はあの街歩き好きなんですけど、まあ街じゃないこういう部分もすごく好きです。いや本当に本当にいいとしか言いようがないけど、はい、素晴らしい。こんなとこ散歩できて嬉しいです。あの橋に行きたいんで、あっちの子供たちが遊んでるあたり大回りしてくるのかなと思ったけど、道あるんですよ。大丈夫かなこれ結構なシャドウなんで、ああまあ一応歩けるけど、いつ転んでもおかしい今草を掴んで耐えました。よいしょ、無事に転ばないで橋まで来ることができました。でも川はやっぱり激しく凍ってますよね。上乗れん、乗ってる。わどうしよう、足跡あるからやってみたい。今から川に乗ってみます。歩くどころか、でもあれなんか車の跡みたいなのもないですか。よいしょよいしょ、あ全然全然余裕と思いたい。急にあの衝撃的なことが起きないとは限りませんが、あ大丈夫大丈夫。あの人たちも別にこっち見てないし、割と普通。ああ怖い怖い、なんか嫌な音した。ああ、ね、寝てくってことね。あいやいいんです、こっちありがとう。もう会話すらなくジェスチャーのみでしたが、多分あのここホテルだよみたいな。でもなんかあっちに行けって言ってる。行ってみましょう。あれ違うかな、今のドアから入れってことだったのかな。おじさんのジェスチャーの意味はよく分かんなかったんですけど、まあこっち歩きなさいって言ってるみたいなんで、そうしてみます。なんかあんのかな。あ、おじさん出てきた。一体何が起きるんだ。はい、ゼロアストビジェ。はい、全然分かんない、全然分かんないなんだ、何なんでしょう。はい、あーズーバストビーチェ、うん、主題わかんないです。休んできなさいってことなのかな。それともああホテル、あ僕はあのモスカウ行くんです。モスカウ、うんニエット、no. うんモスカウ、ごめんなさいよいしょ。これからアウトブスでウラジーミル、
うん、で、スタンツヤ行って、モスカウです。うん、ありがとう、スパシーバ。というわけで、第一巻通り、ホテル探してんだったら、うちがいいぞっていうことだったんでしょう。しかし、いくら荷物持って歩いてるからって、道行く人に泊まってきなさいっていうのも、うん、なんか、なんですかね。あ、坂で、そり遊び楽しそうです。地球の歩き方には、ロシアの田舎町、中世の雰囲気残るとこ来たいんだったら、ここがいいぞって書いてあったんですけど、本当にいいなと思います。まあ中世っぽいかどうかはさておき、うん、やっぱ田舎の散歩ってのはいいですね。ここはインフォメーションセンターかなんかかな。あ、宿ですね。犬がいます。敵意がないことをアピールしてみました。どっか行きました。雪だるま、ここら辺のは、おお、三段が基本なんですかねって言おうと思ったら、なんか凝ってる髪型みたいなのまである。地図を見てここら辺繁華街かなと思って来たんですけど、全然ですね。ポーランドのザリピエ行ったあたりの話を思い出します。もう普通に皆様が生活しているのみです。本当にね、中世っぽいかどうかはともかくとして、家の雰囲気とかとってもいいです。絵本に出てきそうな感じはありますね。立派なお屋敷です。ホテルなのかアパートなのか、売ってるのかレストランなのか、よくわかんない。今地図を見たら思ったよりも進んでなくて、っていうか思ったより街が大きくて、ちょっと意気消沈気味です。立派な修道院があるんですけど、地球の歩き方でも紹介されてないので、ここはパスします。あの露天のおじちゃん大変そうだなと思います。街の方にひたすら歩きます。たくさん歩いて疲れてきたので、ロシアっぽい歌を口ずさんで、元気を出しております。やっと街っぽいエリアまで出てきました。そういえば朝軽く食べたきりだからお腹が減ってるはずなんです。楽しんで興奮しててそれ忘れちゃってるんですけど、この寒い中あれだけ動いてもう14時半ぐらいかな。あそこら辺の飲食店、多分飲食店あると思うんで食事にしましょう。あったかいもん食べたい。かわいいっすねこのレストラン。雪だるまがいっぱいいて、馬とかいろいろ、カフェでも違うお店行きます。ありました、地球の歩き方に乗ってて、魚料理とかが安くて美味しいレストランだそうです。ハルチベーニャって読んだったかな。サンタさんをお出迎え。14時35分レストランで休憩、昼食休憩です。これは蜂蜜のビールだと思います。メインディッシュは、サーモンフライでございます。美味しそう。ふっくらしててとっても美味しいです。味もいいんですけど、お店の雰囲気もすごくいいと思います。美味しかったです。たっぷり休んだところで、15時30分スーズダリの観光を再開いたします。自分でもこうやって喋ってみて分かったんですけど、明らかに声に張りが出て元気になってきましたね。うん、やっぱ美味しいものを食べるって大切なことです。そり遊びとかしてる子供たち、かわいいで、ここら辺街の中心部っぽいんですけど、まあいろいろお店が出てるんですけど、まあそれにしてはちょっとこじんまりとしてるかなっていう。ここ観光客の量から考えたら普通に生活の市場なんですかね、意味合い的にはうん、屋内でやればいいのにっていうふうに思いますけど、まあいろいろあるのでしょう。
ここら辺のエリアは屋根とか壁周りがあるんで、ほんのちょっとだけ、さっきのエリアよりもあったかそうな気がします。いろいろ売ってます。さっきね、街の中で馬の糞みたいなのが落ちてるなと思ったんですよ。で、ね、気のせいだろう、それは気のせいだろうと思ったら気のせいじゃなかったんですね。で、これはもしかしてソリレースでもやるのかな。今日やってくれると嬉しいんですけど、なんだろう、盛り上がってる。ご存知の方も多いと思いますが、僕は馬が大好きです。自分で乗ったりもします。おー、結構早い。みんな楽しそう。あの少年行くぞ。手袋してね。すごいな。おー、はや、楽しそう。あー、ぶつかるぞ。あー、大丈夫だ。ちっちゃい子も。ここはなんじゃろうな。お土産とかいろいろ売ってる村ですかね。雪だるま風、マトリョーシカ風の何か、かわいいです。この建物かな。僕は今スーズダリの、クレムリンというところを観光しに行こうと思っております。